神戸山手短期大学は、兵庫県神戸市中央区諏訪山町3-1に本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、2020年に廃止された。大学の略称は、山手短大。二号館学科学科廃止された学科取得資格について、付属機関 ABCDEF 出展、全国学校総覧。 ハット AB 昭は36年度版27ページより、AB 昭は41年度版36ページより、昭和47年度版43ページより、1991年度版73から74ページより、ABC 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧148から149ページ、神戸山手短期大学の校より、 公式サイトニュースメディア情報、現代生活学科の学生募集停止、ABCDF1999 e 年度、受験用、全国短期大学案内 P473、ABC、教員養成課程認定大学短期大学一覧67ページ、神戸山手女子短期大学の校より、ABCD 学生募集は2005年入学生で、最終 2007年3月31日付で正式廃止。AB 学生募集は1998年入学生で最終。2001年3月30日付で正式廃止。ABCD 学生募集は2000年入学生で最終。2002年12月19日付で正式廃止。ありがとうございます。